今今月回っているのは精神科なんですけど、当院はあの病棟がないので外来もないので、最初の3週間は外 の, あの精神科単科の病院に、行って、病棟の入院している患者さんの様子を見てカルテを書いたり、あとは外来で、予診というものを取ったりいうの最初の3週間やって、で今週の火曜日ですねからあのまたこちらに戻ってきて、今回はそのいわゆるリエゾンというものなんですけど、あの他の病棟それぞれの科の病棟からその、洗毛だったりとか不眠が出たとか、そういう、精神科の、関わる疾患というか、症状が出た方の、コンサルテーションを受けて、で病棟見に行ってお薬調整したりとかっていうのを今やっているところです。ありましたね。東京に比べて少ないと思うんですけど、やっぱり外国人の患者さんもいらっしゃることはあるので、そういう時に、救急外来で来た時に、英語以外の言語はできないんですけど、英語でしたら、症状とか今日はどうしたとかは聞けますし、入院になった時もフィリピン人の方だったかな、若い男の子来て、あんまり日本語もできないし、英語が必要な患者さん来た時は、超なんかもう割と先生来てみたいな感じでやることはありましたけど、それで英語やっててよかったかなっていうのと、あとは結構それぞれの専門の先生方は結構その英語の略語だったりと結構使われるので、専門用語結構英語でかじってると、あこれこういう意味かなとか結構分かりやすいので、なので英語で勉強してて、そういうところは臨床で生きてるかなとは思います。大変だったこと、向こうでちょっと体調崩したとかっていう時はハンガリー語もまともにできないし、英語もそんな拙いっていう感じだったので、ちょっと先輩に助けていただいて一緒に病院受診させてもらったりとか、あとは結構コーディネーターの方も優しくサポートしていただいたりとか、あとはやっぱりスカイプとかで家族と連絡取って、なんとかその辛い時期は乗り越えたかなっていうのは、あと周りのもう同級生とかのサポートもあったおかげで、留年とか退学とか休学とかならずに、そこは乗り越えられてよかったかなと思います。もちろんオーラルテストって何のトピック行くかとかもわからないですし、もう受かる自信があって受けたテストなんて一個もないんですけどやっぱりこう普段からそういう、なんでしょう、チューター制度があって、そういう上の学年の日本人の先輩が後輩に教えるって制度もありますし、スタディールームでこうグループでみんなで勉強するっていう機会もあって、なんか特別学業面でなんか苦労したってところはあまりないかなっていう、人並みに苦労したぐらいなので、すいません、なんかあまり学業面では生活面とかやっぱり精神面の方がちょっと大変だったかなってところはありますかね。やっぱりまずご飯ですよねもうご飯に困らなくなったっていうのが結構ストレスが減ったかなっていうのは論文もそうですけど、そういう英語で医学用語が出てきた時も抵抗なくすんなり理解ができるってところは、やっぱり6年間英語で勉強してよかったかなと思いますし、あとはこう外国の文化の違う方々とこうずっと接してると、こう何でしょう、人に対してこう 初対面の方でもこうあまり壁を感じずにいけるコミュニケーション能力って言ったら何て言うんでしょう、そういうもの、日本にいるよりかは私は伸ばすことができたのかなとは思いますやっぱり街並みは綺麗ですよね。日本と全然違ってヨーロッパの古い街並みで、だから今しばらく日本に帰ってきちゃって、
久しぶりにのんびりとしたあの雰囲気もう一回戻りたいなって気はしますね。あとはまあ留学生クラスメートとかとこう交流できるのはやっぱり楽しいですし、まあ、いろいろ勉強になることもいろいろ文化の面とか言語の面もそうですけどあるかなっていうのと、あとあれですね、旅行は行きやすいことですかね。ハンガリー、まあ、7カ国と接してますし、それ以外の EU 圏内でもバスだったりで列車だったり、まあ、飛行機ですぐ旅行に行けるので、まあ、今コロナ禍ですけど、それ以前は結構なんだろう、うん、短期の短い期間でいろんな国に旅行に行ってるっていう人もいて、それはいいところかなと思います。まあ、医学部は日本の医学部目指して勉強はしていたんですけど、まあ、どこかで日本出たいなって留学したいなっていう、まあ、結構洋画とかは海外の映画見てた、海外のドラマの影響も大きいかなと思うんですけど、海外の生活に憧れていたってとこもあって、で高校2年生の冬ぐらいに父が日本の高校生向けの医学部雑誌を買ってきまして、でそちらにハンガリーの大学だと英語で医学学べるし、で一応そういう生活のサポートもコーディネーターとかもあってしっかりしていると、で金銭面もまあ安くはないけど高すぎないっていう感じだったので、じゃとりあえず説明を受けてみようってことで受けて、親もあまりその両親も最初すぐうんとは言ってくれなかったんですけど、でも本人がまあやりたいことやればいいやって後から聞いたら言っていて、なので私が行きたいって言ったら最終的にはいいよってことで行かせてくれたんですけど、正直私のその当時の学力で日本の国立医学部に現役で行きたかって多分行けなかったと思うので、浪人するぐらいだったらとりあえず若いうちに海外行っちゃおうかなっていう、本当に高校生何も後先考えてないんですけど、そういう気持ちで行っちゃったっていうのはありますかね。とりあえず行って、その何でしょう、目の前の試験こなしていけば卒業できるじゃんみたいな、なんかこういう日本のそういう大学の入試とかだと1年間また勉強してっていう、その長いスパンで見なきゃいけなくって、そういうのをちょっとしんどいなっていうのもあって、高校生だったので何も考えずにそこに選んじゃったっていうのはありますかね。その進学校の高校を卒業したからできるってわけじゃないんだなっていうのは言って思いましたね。全然、まあ、やっぱりモチベーションがあるかないかは大きいと思います、うん、どんなモチベーションにせよ必死にやらなきゃいけないっていうモチベーションだったり状況をやっぱり自分の中で作れるかどうかって大きいのかなとは思いますね。まあいいやここなっていう、まああんまりモチベーションが高くない緩い人はちょっとダラダラやってテストも中途半端かなっていう印象がありましたかね。まあ私は行ってよかったかなとは思いますね。なんかまあハンガリーに行ってたってだけでも結構みんな話題にしてくれますし、結局同じ医学勉強してるの で結局日本の国試も通っちゃえば、結局日本の医学卒業生とそんなに劣るかって言われると別に変わらないですし、まあ英語は割、まあ、できる方ではありますし、だから興味があれば行ってみる価値はあるとは思いますけど、サポートもしっかりしてるのでそこら辺は心配、親御さん心配ないかなと思いますけど、で奨学金もありますから、金銭面で心配な方もちょっとそれが取れれば問題ないですし、まあ結局本人がやりたければ自由にやらせてあげてほしいなと思いますけどね。医者になりたいっていうモチベーションずっと持ち続けるってのは難しい。まあ時々、まあ、なんだろうな、そんな先のことをずっとモチベーション持ち続けるってのは難しいので、何でもいいのでモチベーションは何かしら自分なりに勉強が続くモチベーション見つけて、それでうまくやっていけるとは思うんですよね私は。まあやっぱり運はありますけどね、その友達とか周りに環境に恵まれるとかは言ってみなきゃ分かんないので、
とりあえず興味があればやって若いうちにやってみろっていうのは思います。